ぜひとも清水秀子候補へのご支持を。この共産党があまりにもめちゃくちゃやってきたから、だから今日我々はこうやって断固カウンターをかけております。いや、このカウンターという言葉もおかしい。選挙においてはお互いに全く平等です。平等ですので、このように先ほども言った通り、本来であれば人がやってるところに音をかぶせる、このように外線をかぶせるような真似はしないんです。これはマナー違反です。しかしそのマナー違反を言うんであるならば、昨年の7月30日新宿駅南口でお前たちのやったね選挙妨害こそマナー違反じゃないかよ。共産党は解散しろ。約束させたのが清水秀子さんです。あのね、ですから解放せよ。東京にとっての宝物ってわけではありません。今日はですね、先ほどから言っている通り、向こう側が動員をかけられた、まあ、動員というかですと恐喝です。生活保護を盾に取って、今ちらっと見たおじさんもまたあんたたちのことだよ。生活保護をね盾に取って、そしてその代わりとしてこういったね八王子での集会、東京都内での集会に一人でも多くの人間を呼ぼうとしている、この浅ましいのが共産党のやり口なんだよ。私はね、以前区役所に勤めておりました。だからわかるんです。区役所にいたらね、共産党の議員が口利きとして何度も何度も窓口に来るんです。そしてその窓口にやってきて、このね人間に生活保護を致すようにする。そしてその生活保護をもらった人間はお返しとして、この共産党の集会だというのにどんどん出てくる。これを繰り返しているのが共産党なんです。まさに貧困ビジネスやってるじゃねえかよ。貧困ビジネスをやめろ。貧しい人たちのために戦うぞ。皆さんにご起きてほしいと思います。貧しい人たちのために戦えるのは我が日本第一党だけです。ここでねハンカチ振り回してるおばさん、あんたのこと言ってるんだよ。周りから見たらね恥ずかしいぞ君。周りの人間はねこのハンカチを振り回す君たちの姿を恥ずかしいと思ってるんだよ。彼らは共産主義者です。共産主義者がなぜ民主主義国家の日本にいるんだよ、答えてみや。彼らは選挙否定している側なんですよ。だったらね、一つ聞きますけれども、共産党で委員長が選挙で選ばれたなんてことが一度でもあったかい。一度もないくせにね、こうやって都議選に出てきて手を振ってぜひ私に1票を入れてください。お前はバカか。確かに私はね、都民権共産主義者ヘドが出るほど嫌いです。しかしね、ルールを守って主張する権利はね、確かに彼らにもあるはずなんですよ。でも彼らはルールそのものを守らないから、今こうやって皆さんに訴えております。おばはん、ね、頼むからさ、ルールは守れや。収穫家だ、角丸だ、角郎がね、散々から殺人事件を起こしたのは、しかしこの事件も、ね、元はといえば共産党がいなければ、共産党がなければ起こる事件じゃなかったんですよ。収穫も角丸も共産党分派です。元のね母体があれなんですよ。自分たちの行動を言動を少しは恥ずかしいと思え。何がヘイトスピーチ、ふざけんなよ。こうやって日本人を殺しまくってきた共産党がヘイトスピーチなんてふざけたことを言うな。皆さんご一緒に共産党を伝えていけ。
スチラー。この共産党の、ね、人間見りゃ分かる通りですね。あれ見たら分かるでしょ。若い子一人もいないんですよ。いやあんまり言うと怒られるんですけどね。いやどう見てもジジババばっかりでね。いやね、私もちょっとびっくりしたんだけども、少しはね、若い人いるかなと。今皆さんご覧なさい、こっちに来てる人たち。自分の足でね、自分の足でここに来た人たちは、もちろん老若男女、さまざまな人たちが来ております。これが日本第一党です。動員させられたね、動員をかけられた共産党とは違うんです。あのね、これは往来妨害と違いますか。おい、今の共産党の弁護士出てこいや。往来妨害するなや。道路交通法違反、勝手にね、人が行き来する道路を占拠する、この行為は禁止されております。共産党の違法行為を許さないぞ。共産党の違法行為を絶対に許さないぞ。ばっかりじゃないかよお前ら。なんでここで違法行為やるんだ。おい、さっきの弁護士出てこいや。なんで勝手に往来妨害してんだよ。共産党のね、今の集会に参加してた君たち、恥ずかしいと思わないか。少しは確かに君たちはね、動員かけられたかもしらん。生活保護のね、餌にね、ここの集会に呼ばれたか知らんけれども、目の前でね、共産党の弁護士が平然と違法行為を行う、こんなことが許されるわけないだろうよ。日本の法治を破壊している、それが日本共産党なんですよ。だからこそね、我々は怒りの声を上げるんです。当たり前じゃないですか。で、見てごらんなさい、さっきまでそこにいたね、何あの黄色いハンカチ回してたおばちゃんたち、そこにもいたけどもね、あっという間に散っていったんでしょ。これが動員された人たちの姿なんです。本当にね、本当に日本共産党は出ていけ。確認キャラの分断でふざけなくてやってんじゃないよ。この車ですよ、この車の後ろのね、あの拡声器がウィーンって上がってですね、昨年の7月30日都知事選の時に新宿駅南口で我々の演説を妨害したんです。このとんでもないですね、日本共産党に断固抗